しげしげチャンネル。どうもしげしげです。本日も無課金サブサブ赤コラボ禁止しげドラやっていきましょうということで、本日はクリスマスガチャ引いていきたいと思います。このアカウントコラボ禁止でやってるんで、本当にねこういう季節ものの季節ガチャの引きっていうの大事なんですけれども、ハロウィンの時はだいぶ調子良かった。だいぶ調子良くてハロウィンマドゥも2体ゲットできて、本体と武器で今使ってますし、そういう引きをしたい、その気持ちでいっぱいです。で今ボックスなんですけれども、こんな感じで、クリスマス初めてなので、何が出てもとりあえず初ゲットですけれども、やっぱり狙っていくのは上だね。まあ、交換もなかなかできるアカウントではないので、サレーネ、タマドラあたり狙いつつ、グレモリーとかもね結構ね期待していいと思うんですよ。あ、そうだ、グレモリーなんですけど、結構その僕のメインアカウントのガチャ動画にコメント来てましたね。グレモリーって進化しないのみたいな。それなんですけど、アップデート後に転生として実装されるみたいなことが書いてあったので、アップデートを待ちましょう。アップデート情報を待ちましょう。多分新しい潜在がつく関係でまだ実装されてないって感じで、そう、アップデートと一緒に来ると思うんで、はい、期待しておきましょう。まあ、そんな感じで、まあ、星9、星8狙いつつ、なんならウリエルとかめっちゃ引けたら、このアカウントの極連とかもめっちゃ楽になるのかなと。そんな感じですかね。まあ、高望みしつつ行きましょう。このアカウント本当にこういうタイミングでしか欲を発揮できないので。で、直近で言うとさ、式神とあやかしガチャにほぼほぼ魔法石全部突っ込んで、結局精撫でなかったっていうのがあるんで、クリスマスで取り戻していく。頼む。あ、そういえばケース買いました。シゲドラケースいいでしょこれ。おー、クラウソラスはマルチのブレスの砲台だね。まあまあまあ初ゲットなんでいいでしょう。なんでこれさ、バインド回復が増えたんだろうな。なんでなんだろうな。何を想定してバインド回復だったんだろう。まあ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 行きましょう。サレーネ頼むよ、マジでサレーネ欲しい。シンプルにサレーネ。ダンボのキャラとかも全然いないからさ。あ、ポルックス&カストルは全然あり。むしろ金ならポルックス&カストルでお願いしたいくらい。だってこれ一応システムできるからね。そうそうそう。まあ何リーダーのサブにシステムにするのみたいな話はありますけど、いやいや頼む。なんでクラウソラスは大丈夫だよ。使い道わかんねえもんこれ。いやマジでわかんない、マジでわかんない。マルチも、あー、ボックスがいっぱいか。そうか、よろしくお願いします。はい、開けてきました。クラウソラスはもうやめてお願い。だってめっちゃいるからね、ラインナップね。まだクラウソラスとポルックス&カストルしか出てないよ。ハクとかも普通に欲しいしな。そう、メインアカウントでセーナパのサブにハクを入れて使ってたんですけど、使ってるんですよ今も。もうあれスタメンっすね。おー、ハクの話をしたらハクが出た。いやこれめちゃくちゃ強いよ。特に火の方っすね。闇の方はどこに入るのっていうのはあるんですけど、この火の方はマジでセーナのサブにぴったり。まあ、このアカウントセーナ持ってないんですけど、引けなかったんですけど、ぜひあのハク当たった方はね使ってみてください。思ったより火力出るし、7ターンの陣って普通に強いし。オーケー、いいよ。星7でしょ、ロミアは。1、2、3、4、5、6、7。あ、8か。あ、そうだ、8だわ、交換所にいたもん。よし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 。このキャラはもう、なんと言っても、この、覚醒スキルですかね。まあ、スキルも2体いれば、キー目覚めループできるけど。スキブが6になったんすよね。いや、これはありがたい。超覚醒込みスキブ6のキャラありがたい。まあ、キパどうなのって感じはありますけど、ありがとうございます。さあ、あと7回。いやもっと星8星9お願いしたいな。こい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 。金ならポルックス&カステル。ああ、ツボネもまあありだよね。ドラゴンキラー、攻撃キラーで5ターン変換か。あと6回。
頼む。動け、されね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 、オッケー。よし、これは期待だぞ。マジでグレモリーの性能期待、楽しみっすね。現状はまあそんなっすけど、そんなっていうかもうリーダースキルが大変すぎるんだよね。まず神悪魔バランスタイプの縛りがあります。まあこれはまあまあまあいいでしょうって感じなんですけど、でスキル使用時のあれがあります。で回復5個十字消しのがあります。でなおかつさ、この非属性強化とか持ってるから、まあ列じゃないとあんま軽く出せないみたいな感じだし、回復十字消ししながら列で、なおかつ無効貫通したい時とかめちゃくちゃパズル大変よ。でスキルは毎ターンなんか打たなきゃいけないしみたいな、めちゃくちゃ大変よ。まあだからこのグレモリーが転生でどうなるかですよね。まあ新しい覚醒がつくっていうのは大体こう予想はつくというか、まあほぼほぼつくと思うんですけど、どうなるかだな。でもここでマジでグレモリー引けたのはでかい、でかすぎる。いろんな意味でグレモリーでかいっすね。はい、言うておりますが、あと5回もう全部いきます。いいよ、いいダイヤ率だよ。もうネタじゃん。なんでクラウソラスなの。星6他にもいるよね、星6。あ、ジーニャも全然ありだよ。っていうかなんなら白2体目でいいけど。マジか、もうクラウソラスマジで大丈夫。頼む。金ナラポリックさんのカストル、つもりの方か。はい、ありがとうございます。まあまあまあ、レアリティ制限のダンジョン、チャレ級とかね、来た時には活躍できるんじゃないでしょうか。おー、オッケー。まあ1体目だからね、プレイヤーもね、これもレアリティ制限でもしかしたらね、刺さるかもしれないから。そう、マジで1体は持っておくべきなんよ、このアカウント。特にコラボキャラいないから。そう来る。いや、武器化はないよな。武器化は特に発表されてないから、まあ実装されるのは転生だけだとして、まあでも転生グレモリーのサブに転生グレモリーの可能性もあるから、オッケー。え、全然オッケー。いや、マジでこれ性能期待だわ。いや、マジで期待。いや、これはもう期待しかないわ。あ、でも待って、これまあリーダー運用じゃなくてもサブとして使えるかな。このアカウントで一番強いのは多分グレオンパーティーだと思うんですけど、グレオンパーティーのさ、覚醒無効とか消せないドロップ回復役どうでしょうか。まあ検討しておきます。とりあえず性能発表を待ちましょう。もうそれしか言えないですね、今は。はい、ということでラスト、お願いします。いや、サレーネ欲しいな、マジで。あー、金終わりか、しんど。あー、こっちか、しかも。はい、ということで私の結果このような感じになりました。まあクラウソラスどうしよう問題だよね。いや、育ててもマルチでポチポチとかもしねえしな。いやー、難しいわこれ。なんか武器化でいい感じの武器追加されればさ、クラウソラスってだってそうだよね、本編だと武器化でドロキョートウェイみたいな武器になるよね。うわー、これだけ悔しいですけれども、グレモリーが2体手に入ったっていうのは、これはなんかのマジで伏線なんで、これはもうマジでちょっと楽しみにしておきましょう。で、交換所ちょっと見ますか。まあ弾とかしんどいって言ったんですけど、まあ結構そのフェス限で言うとここ最近、あ、でもこれはあれか、動く方だから無理か。こっちか、よりこっちか、星8。フェス限で言えばさ、まあヨグはそんないらないですけど、まあ結構もらえてるわけじゃないですか。まあ1体とかは無理だけど、あ、言うてそんないなかったわ。みんな一体だわ。あれ、そんな感じだったっけ。まあいいや、交換所は見なかったことにしましょう。はい、ということで、マジでグレモリーの性能
これしか言ってないけど、ムレモリーの性能期待しておきたいと思います。いや超いい感じにパーティー組めたら最高なんだけどな。グレモリーとグレオンとさ、ポロネもいるから、あの普通の方のね、火のポロネもいるから、いや楽しみですね。はい、そんな感じで本日は以上です。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。さよなら。